ヒンドスタン航空機は、インドのバンガロールを拠点とするアジア最大規模の航空機製造会社である。軍用機の開発、生産、空港の運用に供する広報、通信システムの供給を行い空港の運営も行う。HAL は、南アジアにおいて、初めて軍用機の製造を行った。徐々に力をつけ、現在では、ジェットエンジンやヘリコプターの組み立ても行う。 なじく、コロワ、カンプー、ハイドラバード等にも拠点がある。ドイツの航空機技術者である、クルトタンクを招聘して、インド発の HF-24 戦闘爆撃機を開発した。HAL は、エアバスやスホーイ設計局や、イスラエルエアロスペースインダストリーズや、ミコヤンやベー、ダッソー、ドルニエ、インド宇宙研究機関等と長年にわたるつながりがある。 バンガロールでのドゥルーブの生産ライン格納庫内の HJT-36 試作機ヒンドスタンエアクラフトとして1940年、ウォールキャンドヒラーチョンドによって王立インド空軍に軍用機を供給するために設立された。1941年4月、1、3の株をインド政府が買い取った。戦略上必要だったと信じられたからである。 インド政府による決定は第二次世界大戦中に日本に対抗するためにイギリスの軍用品の生産を増やす動機となった。1942年4月2日に政府は国有化すると発表しウォールキャンド・ヒラー・チョンドと関係者の所有する株式は放出された。1943年バンガロールの工場はアメリカ陸軍航空隊に接収されたが、 ヒンドスタン航空機の運営はまだ使用されていた。工場は速やかに拡張され、プビー・カタリナをはじめ、あらゆる種類の航空機の主要な分解整備を引き受ける拠点となった。2年後、工場はインドに返還され、東洋において最大級の分解整備と修理の拠点となった。1947年、独立後、インド政府は、 ヒンドゥスタンエアロノーティクスリミテッドに改名した。1957年、同社はバンガロールの新工場でブリストルシドレオーフュースジェットエンジンのライセンス生産を始めた。1964年10月1日、ヒンドスタン航空機リミテッドはカンプールの航空機生産部門と合併した。HAL は新型のジェット戦闘機の開発能力を持たなかったので、 インド空軍の機体の近代化を行った。1980年代にテジャスやドゥルーブのような独自開発の航空機を生産するために HAL の運営は急速に拡大した。HAL は改修で20年以上延命した MIG-21 バイソンとして知られる先進的な MIG-21 を開発した。HAL はいくつかの数百万ドルの費用をかけるエアバス。 ボーイング、ハネウェルのような国際航空機開発を率いる企業に、航空機部品や予備部品やエンジン部品を供給する。HAL は、アジア最大級の航空機会社で、売り上げは20億ドルに達する。インド発の国産戦闘機である、HF-24 マルート HAL テジャス、インド陸軍の HAL ドゥルーブ HAL キラン。ありがとうございます。